谷口さん、はい、今日は、うん、普段ロケの時に聞かない話を助手席で聞くって企画を今ちょっとやってるんですけど、なんかちょっと見たよ。見ました、堀戸さんの分とか。それちょっと僕助手席に乗せてちょっとドライブ連れて行ってほしいんですけど、いいですか？うん、いやいや渋いですね。86じゃ勝てないと、レベルが違うと、はい、HKS にチャンピオンをプレゼントしたかったわけですよ、はいはいはい、めちゃくちゃ不利だったから俺車の中でうわーって吠えてるわけ。それはやっぱ中村直樹はすごいよね。谷さん、ちなみに今回これ乗せてもらってる車ってどういう車なんですか、うん、これはねメルセデスベンツ、ミートナンバーでしたけど、うん、これ自分の車じゃないんですか？そうなんです、よく分かりましたね。お借りしております。普段の足車ってこういう車が一番多いんですか？普段一番乗ってるのは、うん、レクサスの RX450H、はい、それ一番乗ってます、うん、でそれとは別にメルセデスの、うん、GT フォードはクーペっていうのに乗ってますが、うん、今エアコンが不具合が出て、うん、修理中で今この台車でお借りしております。しかしめちゃくちゃいい車ですね。快適ですね。谷さん、そういう意味じゃめちゃくちゃノブチャンネルでもよく見てますけど、うん、めちゃくちゃ今車持ってるじゃないですか。よくご存知で。結局今何台あるんですか、今思いつく範囲で。結構ねその質問来るんだよね。全車紹介してほしいとか。はい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 、内緒。だって結構僕知ってる方ですけど、結局何台持ってるんですけっていう状態になってますけど、うん、あ、じゃあ、はい、逆に何持ってるか言って、あ、それはあるそれはないって言うよ。180あるよ、石川さんのところで。あ、そう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 、制作中のね、うん、はい、あります。1号、はい、ありますよ。あと8号ありますよ。その辺はナウイからね、ヨタ8、はい、ありますよ。ノブチャンネルとか見て出てるのはその辺ですよね。そうですね、まあもう一個あるけど。え、何でしたっけ。これ大事なの忘れてます。いや大事じゃないけど、まあ忘れがちなのが一個ある。アリスト。ああ、そうだね。もう一個あるわ。え、アリストじゃなくて、うん、スズキのツインっていうのがあるんですよ。あ、はい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 、はい、うん、あれまだ制作中です。なるほど。その中でちなみに谷さん、あれナンバーついてる車って何がついてるんですか？そうなんですよ、ナンバーついてる車が少ないんですよ。1号と1号だけ、今1号だけでしたっけ。ヨタ8もついてるんでしょ。あ、ついてる。あ、なるほど。今石川ボディで作ってる1もナンバーは取る予定だし、うん、アリストもナンバー取る予定です。アリストも取る予定なんですか？うん、そうそう、ちょっと待ち乗りもしちゃおうかなと思ってるんで。で、あとね、うん、スカちゃんってのもあるんだよ。ナンバーないけど。あ、一回軍材持ってきたやつですよね。そう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 。あれまだ手元にはあるんですか？あるよ。あのヒロミさんのおもちゃね。はいはい、うん、今後使う予定あるんですか？あれはないね。今使う予定ないね。なるほど。じゃあ何か記念があるときは視聴者プレゼントとかにする可能性もなくはないってことですか？ノブちゃんで。ノブちゃんね、なんか例えばほら30万人突破しましたとかって時に、まあまあお金突っ込んじゃってんのよ。え、あそこ空ですか？そうだよ、120、30万使ってるから。そうなんですね。プレゼントするにはね、50万人突破したぐらいにならないとちょっと考えられないってことですね。じゃあね、チャンネル登録者がそもそも欲しい人いるの？いやいや、いると思いますよ。だって俺くれるっていうのはもらえますもん。だって結構今すでに言っただけですげえ車ありますけど、うん、やっぱりまだ欲しい車ってあるんですか？まだ欲しいというか、まだ今出なかった車がいるよね。結局まだ出てない車ありましたっけ？あるよ。何でしたっけ？例えばゲテちゃんとか。ああ、そうか、180、そういう意味じゃ2台あるんですね。そうそう、 あとね、うん、あんまみんな知らないけどアルテッツァとかあるのよ。え、アルテッツァなんて持ってましたっけ？俺それ知らなかったですけど。 D1 に出てた、はい、アルテッツァ、HKS の。そうそう、 HKS アルテッツァ、はい、あれもあるのよ。あれって何、谷口さんが今持ってるんですか？そうよ、2号機ね。1号機は大吾がなんか買ったらしいけど、はい、うん、2号機は俺のとこにある。でもそんだけ持ってる谷口さんのまだ欲しい車ってあるんでしょ？ちょっと前のブログで見ましたけど、70スープラとかが欲しいとか、うんうん、まだまだいっぱいあるんですか？ あるよ。ホンダで言ったらシビックと、うん、S2000、うん、で NSX、うん、
とかはね、 NSX は昔のっていうか前の方の、そう、俺はねやっぱこのリトラ、うん、リトラな車が好きらしい。あれ、そうじゃ FD とか FC とかはどうなんですか。マツダで言ったら、うん、FC のアンフィニ、うんうん、欲しいなと、と、うん、ロードスターの NC が欲しい。ロードスター NC が出たついでに言うけど、うん、アバルトの124スパイダー、はい、いわゆるロードスターのターボバージョン、はい、それが欲しい。それあれですね、その辺考えていくとまだまだノブチャンネルネタに困らなそうですね。どんどんどん、うん、ネタに困らないというかお金に困る。なるほど。逆にダニエルさん、今から欲しい車じゃなくて今までももちろんいろんな車持ってきたと思うんですけど、日産で言おうか、うん、日産だとね、うん、S13 のイメージカラーであるあの緑みたいな分のドノーマルが欲しい、すごく。へー。と、うん、32GTR と 34GTR が欲しい、でもあの辺も高すぎて手が出せないじゃん。確かに、確かに、だから現実的ではない ね、1000万平気で超えるって言いますよ ね、はい、もうね、そう、無理無理。俺の場合は、うん、投資とかで買って持ってて、うんうん、いい時に売りたいとかって、その投資目的とかじゃないから、はい、やっぱそのあの頃の思い出があったり、なんかあの頃のいい時代の車をなくなる前に持ちたいっていうとこだったり、はい、持ったからにはいじりたがりだから、うんうんうん、オリジナルのまま持ってる。だから例えばさ、うん、AE86 も、はい、あのオリドさんが、うん、俺にいい出物があったから谷口変えようって、もうものすごいドノーマルのものすごい程度のいい紹介してくれたんだけど、うん、はい、これはいかに言っても、うん、いじったらダメだよね、こんなにオリジナルのやつって。ホイールとかマフラーももう何もかもが、そんなの逆に今あるんですか。あったの、うん、でそれをね、谷口だったら売ってくれるよっつって、うん、言ってくれたんだけど、はい、いやこのなんか純真無垢なこのウブな少女を僕がなんか夜の世界にみたいなね、はいはい、あの感じのことはできねえと、うん、だからあの僕にはちょっと手が負えませんということで、うん、辞退しましたが、もうでもそれすごい値段なんでしょうね、今普通にそういうのが流通すると。そうだね、あのいやその時はね、うん、なんかその方は400万ぐらいでっていう話だったけど、はい、もちろん価値はね、うん、どんどん上がっていくだろうから、はい、投資目的のやつだったら、うん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 、買ってたでしょ、美味しい物件だろうと思うんですが、うん、僕はその投資目的じゃないんで、うん、そういう意味では自分のプランには合いませんということで辞退しました。逆にね、さっきは今欲しい車ってどんなのあるんですかって話だったんですけど、今までもいろんな車もちろん持ってきたわけじゃないですか、タレスさん、うん、その中でいやあの車も手放しちゃったけどすごく記憶に残ってるなっていう車って何、どんなのがありますか。それで言ったらやっぱり AE86 だよね、うん、AE86 でずっとドリフトとか始めてやってて、うん、イカ天とかに出た、はい、イカ天第2回全国大会に出た、うん、トレノがあるんだけど、はい、あれ一番好きだったのね。あれはね、俺がぶっ壊してしまったわけ、うん、それはすごく悔やんだな。そういう意味で言うと86ももちろん何台かは所有してきたわけじゃないですか、うん、いっぱいね。他のと比べてそれが特別だったというか、どの辺が違ってたんですか。まあ一番感情が入ってたな、あれ。そうそう、自分で結構いじったとかそういうことじゃなくてですか。まあ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 、まあ、もちろんそのイカ天に一緒に行って全国3位になった思い出だったり、うん、全国アンギャしたり、まあ、その次の作った最後に作った3ドアのレビンもね、はい、もちろん感情移入はしてたけど、うん、それを売った時にさ、うん、ずっと俺86で頑張ってたのに、はい、シルビアなんか絶対にも FC にも86で絶対つけてやるぐらいの感じだったのに、はいはい、S14 シルビアがこの世に出てきた時に、うん、あ、これはもう86じゃ勝てないと、へー、レベルが違うと、はい、思わされたのが S14 で、うん、S13 の頃はまだ86で戦えると思ったんだけど、はい、で86を手放して、うん、S14 を購入したんだけど、うん、
俺その頃それ車売ったのが23か4かそこら辺だと思うんだけど、うん、それまで俺お酒とか全く飲めなかった、はいはいはい、であのお酒をこう入れに、あの次にね、うん、後輩とかが来ると、はい、怒ってたぐらいなの、はいはい、なそんな俺がね、うん、あのその86を売って、はい、静岡の知らない方が買いに来て、はい、乗って帰っていくその86さよならっていうシーンから、うんうんうん、その夜から、うん、毎日酒飲むようになって何なんですかそれ、どういうの、この娘を嫁にやったような感じで心に焼いた隙間をお酒で埋めて生活になったってことですか。同じチームの平林ってのに、はいはい、僕の86がいなくなった時に平がそばにいたもんで、うん、はい、平飲み行こうよっつって、へー、平がえぇーっつって、へー、それはじゃああれですか、一応買うのに、そう、まあ、足しにするって言い方しないですけど、もちろんもちろんもちろん2つ持ちなんかできないから、あ、次のステップに行くために泣く泣く86を手放して、うん、S14 を買ったわけですよ。はいはいはい、はい、うん、そういう頃は谷口さんにもあったわけですよ。あの頃お金がもしあるんだったら絶対売れなかったけど、うん、バーのお金なんかないから、うん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 、その話の流れで谷口さんイカ天って結構もう、うん、ね、谷口の打てるイコールイカ天みたいなイカ天から出てきたっていうイメージがやっぱあるんですけど、そうですね、もちろんあの今の僕がこの、うん、仕事ができて、うん、車業界で名前が売れてっていうところのきっかけに、はい、うん、もうイカ天とか、うん、そこら辺はもう大きな存在なんでね、あのイベントがなかったりあれに出てなかったりしたら、うん、今の僕はないんでね、うんうんうん、それはもう大きいですよ。そのイカ天の頃っていうか、いわゆるまだ一選手だった頃からのライバル的な人ってその頃いました、うん、おー、イカ天の頃ね、それで言うと、うんうん、その時期が僕が出た第2回全国大会とかっていう頃の時期が野村さん、はい、とかだったんですよね、うん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 、だからまああの第2回全国大会で行くと1位になったのが奥直樹、はいはいはい、あの僕の同じチームの人 で、はい、人で、うん、2位が野村さんで、うん、3位が僕だったんですけど、はい、まあでもあの当時もなかなか面白いキャラクターがいっぱいいてね、うんうん、すごくなんかあの頃のイカ天は本当になんか面白かったし、うん、日本中になんか友達ができたし、はい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 、ね、うんうん、すごくいいイベントだったな。そのイカ天からイカ天のまあエキスパート大会みたいなのがあって D1 に流れていくわけですけど、うん、D1 の頃で、うん、まあ、もちろん負けず嫌いですから誰にも負けたくないっていうのは重々承知の上で、特にこいつとの対戦はめっちゃ気合い入ったなっていう人ってどういう人たち、どの辺の人たちですか。負けず嫌い、俺がいや負けず嫌いでしょ負けず嫌いでしょ、負けた後ちょっとインタビューの時もちょっと考えますもん毎回あの負けた後むちゃくちゃ機嫌悪いよねいや仕事やしでもいかんななと思って言ってたんですけど、うん、その谷口さんが、まあ、もちろん誰にも負けたくない谷口さんが特にこいつとやるときはちょっと気合が入ったなみたいな。そのイカ天の頃というよりは D1 とかだろうね。 D1 の時ですね。 D1 谷口さんも HKS のワークスプロで乗ってたわけじゃないですか。そういう意味で言うと、そういう意味では陽一とかは、うん、やっぱり HKS 対 APEX っていう図式があったりとかね、はいはい、うん、背負ってるものがあるから、うん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 、負けられないとかのもあったけど、うん、でもあの頃正直めちゃくちゃ不利だったから俺あれどの辺が不利だったんでしたっけ。 D1 は、うん、今時の人は知らないだろうけど、あの当時のことを知ってる方からしたら、はい、めちゃくちゃ不利だったから俺、うん、赤い帽子はエコひいき、うん、さらに俺に対しては超アゲンスだから、うん、ここはちなみにもう今は使っちゃっても大丈夫、大丈夫だよ本当事実だから、うん、いやもちろんあの風間くんだったり、うん、上尾だったり、うん、まあ、ミキだったりなんかあのね、あの他にもたくさんあの上手な方がいて、はい、みんなライバルだったし、うん、まあみんな仲間だしライバルだし、うんうんうん、あの僕の中ではどちらかというと審査員とのが一番勝負だから、うん、なかなか辛かったですよ俺には。まあまあそうだったんですね、はい、他にも言えないこといっぱいあるよいやいやあのね、聞きたい人がいっぱいいるんでしょうけど、できれば谷口さん、うん、楽しい企画にしたいんでちょっと楽しい企画に振り戻していいですか。はい、はい、分かりました。実際は多分だから6年7年ぐらいしか出てくれたもん。
その間で、うん、田さん記憶に残ってるあの時の D1 は良かったなじゃないけど、例えばその、うん、逆境にもめげず買った時とかあったと思うんですけど、うんうん、この時は良かったなっていうラウンドってなんか記憶に残ってます。そうだね。いやまあそんなね古い話をしてもね、うん、もうあのこの頃の覚えてる人もいないだろうし、そもそももう今あって、うん、俺がドリフトやってたこと、D1 出てたことを知らない人ばっかりだろうから、うん、もうね。その人たちは若い子たちに、いや、初代 D1 出るの。そうよ。そうそうそう。俺が初代チャンピオンだから。それでなんかほら、例えばあの筑波で買ったのとかって結構俺的には印象に残ってますけど。うん、HKS の中でもね、うん、体勢もやっぱりちょっと片足突っ込んだぐらいから、うんね、もうちょっと力入れてやったりとかっていうこの過渡期だったりしたからさ、うんはいはい、もだったり、うん、俺がチャンピオン取った時っていうのは、うん、俺が個人だったわけ、はいはい、で2年目から HKS ドライバーとして出るんだけど、うんまあ、HKS ドライバーとしてチャンピオン取れてないわけ、うんうんうん、で2004年かな、うん、にすごくチャンスだったのに、うんはい、途中である程度変わったと。そうなのよ。あれがもうランキングトップで行ってたのに、はいうん、残り2戦、はいはい、普通にこなせばチャンピオンだったのに、うん、HKS 社長命令で、はいアルテッツァにチェンジしたわけですよね、はい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 、僕としてはあとちょっと待ってもらって、うん、とりあえず HKS にチャンピオンをプレゼントしたかったわけですよ、はいはいはい、あのまあ、僕自身もチャンピオン取りたいけど、うん、HKS とともにチャンピオン取って HKS にチャンピオンをプレゼントしたかったのに、うんはい、あそこでのやるてつさんのスイッチは残念だなっていうね。僕は投入者エビス密着してましたけど、めちゃめちゃピッと行きづらかったですもんね。覚えてますよね、はい、むちゃくちゃ機嫌悪かったですからね。その谷口さんが、まあ、初代 D1 チャンピオンが、はい、今の D1 って見てどうですか。この間の奥行きの時とか、うん、ノブチャンネルの取材で来てて、うん、その後ブログも見させてもらいましたけど、 もうあいつらの橋でえげつない的なの書いてましたけど、今 の、 あの中村直樹だったり横井だったりとかっていうのは、うんうん、初代 D1 チャンピオンから見てどう見えてるのかなっていう。やっぱり、うん、もうレベルがもうすごく上がってるんで、うん、まずやっぱりレベルっていうのはドライバーのレベル、それとも車のレベル、両方両方、うん、俺らはまずやっぱり最初の頃なんでね、うん、まだ馬力も350馬力400馬力、うん、タイヤのグリップもまあここら辺みたいなとこだったりとか、うんうん、そこにね、やっとシーケンシャルミッションになりましたとかぐらいのとこじゃない、うんうんうん、そこから川端だったり斉藤大吾だったりいろんな人がね、はい、黒井さんだったり、うんうんうん、いろんな人がもうナックルで切れ角アップでっつって、うん、ケツからとかってなってきてね、うん、でパワーが上がってきてっつって、うん、まずはマシンレベル、はい、そしてタイヤのレベルも上がってきて、うん、それから今度は水槽とか、うん、そういうレベルももう凄まじく上がっていって、うんうん、マシンとその走りのレベルは半端ないよね。特にそれ谷口さんが見てて、結構ドリフトって今でも谷口さん見る機会あると思うんですけど、うん、こいつは特にすごいなっていう選手って今で言うと、それはやっぱ中村直樹はすごいよね。何なんだろうね、あれ俺まだ彼とそういう話をしたことがないから、うん、本当に緻密にね、うん、全て練られた、うん、裏付けあっての全てのなんか作戦なのかなのか、うん、もうただのセンスだけなのかは分からないけど、うんうんうん、でもセンスの部分がすごそうなんだよね。あでちょっともう一個聞きたいのは、今の D1 マシン、今のスペックの D1 マシンに乗れば今の谷口のモデルってトップ選手と戦えるんですか、うん、無理違うんですか、うん、中村直樹のすごいのは、うん、多分、うん、彼はそんなにバチバチに仕上がってる車じゃなくてもなんとか走るんですよ。あほとんどの人は、うん、やっぱりバチバチに仕上がってて、うんうんうん、ないと、うん、多分走れないんだけど、うん、直樹は、うん、多分ね何でもいいんじゃないかなって感じはするんだよね。去年恵比寿で、うん、マーサオさんとクラッシュして1コーナー突っ込んじゃったんですよ、うん、でも完全にどう考えてもアライメント狂ってる車でも勝ちましたからね、うん、ね、それね
あのね、なんかね、天性のものを持ってて、うんうん、例えばやっぱり人よりもグリップするタイヤが欲しいとか、はい、人よりもパワーが欲しい、うん、切れ角欲しいとか、うん、そうなるんだけど、直樹は、うん、そこまでハイグリップじゃなくても、うん、ついていくのが上手かったり、とにかく前に進めたり、はい、待ったり、うん、角度を合わせたり、うん、で車幅感覚がすごかったり、うんうんうん、だからあれはね、うん、緻密に練られたものじゃないと思うんだよね。あ、いや感覚、彼のセンスなんじゃないかと思う、うん、これは今度なんか話してみたいけどね。ビデオオプションの企画でいうとスーパーラップとかいろいろ車別企画でもいろんな車乗ってもらいましたけど、うん、そのドリフト以外の車でこの企画のこの車って印象に残ってるなってあります？ビデオオプションの企画で乗ってもらった車で。やっぱり、うん、一番思い出や気持ちや入ってるのは、うん、HKS の86だよね。筑波50秒切りを達成するって言って、はいはいはい、やってた、赤で塗った最後のスリックで走った。そう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 、あのプランで、うん、凄まじいほどのまあ費用と労力とかけて、うん、はい、正直 HKS の人たちもうノイローゼになるんじゃないかっていうような感じだったし、あの50秒切りをやりますっていう言っちゃったがためにもうすごく大変だったわけ。やっぱりあの、ね、FA20 エンジンっていうのはやっぱり200馬力想定のエンジンだからやっぱ馬力出すと持たなくてね、いろいろ強化して強化してやってもあのやっぱり馬力を出すと持たないわけだよね、うん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 、でも50秒切るって言ったら、うん、馬力がやっぱりすごくいるわけなんですよ、はい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 、でコーナーもダウンホースが必要だからエアロもすごくね、うん、空力を使うのになるとよりパワーが必要になるでしょ、はい、でまあいろいろと車をねどんどんアップデートアップデートアップデートしていって、うん、行っては壊れ行っては壊れと、うん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 、HKS の苦労を、うん、本当だったら密着でずっと撮っておくべきだったんだけど、もうテスト&エラー凄まじい努力をしてるわけ HKS が。これを、うん、HKS が、うん、なんかね、スマートにやりたかったっていうか、その自分たちが失敗してるところを恥ずかしいから見せたくないっていうところだったりもあって、はい、うん、もうなんか影の努力とか何度も言ってエンジン壊れみたいなね、うん、のを、うん、世の人はほぼ知らないわけ、うん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 、ただただパッとこんなの作りました、パパパッと割とすぐ50秒切りました、はい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 、すごい、そうですね、HKS すごいですね、うん、しかなってないわけ、うん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 、ものすごいもったいなくて、これがあの行った数、壊した数、はい、うん、そういうのをね、うん、苦労とかみんなにぜひ知ってもらいたかった。で俺が50秒をやっと切った時に、はい、車の中でうわーって吠えてるわけ。はい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 、覚えてます覚えてます。あれは、うん、もう俺も、うん、まあそこで泣いてるから、これ、うん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 、そういう意味で言うと、ほら取材する回数で言うと CT230 の時は結構僕らも撮らせてもらったじゃないですか、うんうん、ただそういう意味で言うとビデオオプションのまあ年いってる視聴者かもしれないですけど、うん、結構あの車って記憶に残ってる車なんだ。そうだね、だから CT は、うん、よくビデオに出てたから、うん、あのファンが結構いる。そうですよね、ね、うん、あの CT230 ありっていうのはファンがたくさんいるんだけど、はい、あの86にはさほどいないんだよね。そうですね、それはやっぱりその苦労してるところを表に出してないから。あ、最終的にその HKS、うん、あの86、うん、筑波49秒4を出した時は1000馬力超えてたからね。1000馬力よ。それはでもすごいっすね、うん、ほんとね、もっとね、なんかマニアックなこと言うと、はい、もうかなりエアロもすごい空力すごいから、うん、ダウンホースで地面に押し付けるように作ってるでしょ、はい、うん、そうすると速度が乗れば乗るほど空気に押されて下にこう行くわけ、はい、だから、うん、下に行くと、うん、車高が下がりすぎると空気が下に入らなくなるじゃん、はい、そうなるとダウンホースがなくなって、はい、抜けちゃう、うん、で上がるとまた吸われていって、うん、
上がることでポーポジングっつって、はい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 、車がねワンワンって跳ねてくるわけ、はい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 、でその跳ねないギリギリの辺を探して車高をセットしていくんだけど、うんうんうん、これはね気温がちょっと変わると、うんうん、このフォーポジングの出るところが変わってくるのよ。気温で車高って変えないといけないんですか？そうなのよ。へー、知らなかったでしょ？知らないです。で正直エンジンも、うん、もうむちゃくちゃ馬力出してるから、うんうん、何本も走れないから、はい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 、一発で決めなきゃいけないじゃん、うん、そんな中車高もとかって、うん、かなり難しいのよ。なるほどね。そういう意味じゃやっぱり50秒切るっていうのが命題だったから、そう、まずはもう何が何でもとりあえず50秒切る、うん、達成して、はい、その後、うん、もちろん S タイムもちゃんと用意してあって、はいはい、このままいい感じに仕上がってるから、うんうんうん、タイヤ変えて、うん、アタックいったの、はい、そして俺の感覚では、うん、際どい辺だと思うわけ。ああ、その切るかどうかってとこ。そう。50秒フラットかそこら辺だと思うんだけど、残念ながらエンジンがいってしまって、うん、アタックできず。あれでも車まだ残してますよね。あるある。これ今年の冬とか走ったりしないですかね。いやー、やらないだろうね。あれを動かすのはもう大変。費用と労力が大変で。なるほど。だからそのエンジンも直してることが分かんないし。はい、だからもう、っていうところ、もう50秒切ったから、うん、とりあえず社長が明言した50秒切りますっていう部分はもう何とりあえずや、ね、クリアしたから、うんうんうん、ここでまたね、うん、S タイヤで、はい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 、エンジン直してね、うんうん、50秒切れるかどうか分かんないじゃん。それのためにまた腰を上げてやるっていうのがなかなかも分かんないよね。なるほど。とにかくでも谷口さんの感覚的には50秒切れるか切れないかぐらいの感じで走れるイメージ。そうだね。S タイヤだ。うん。なるほど。おそらく、うん、俺の想像では本当に50秒頭あたりだと思うんだよね。少なくとも今のアンダーとか安藤さんのえげつない数字出てるじゃないですか。うんうん、あの数字ぐらいまでいけそうな感覚は、うん、ある。へ、俺が乗ったらすぐ切れるとは、うん、言えないな。うーん、チームアドバンってものに、うん、入るきっかけを、うん、俺とさんが作ってくれたり、もちろん運転するセンスはめちゃくちゃあったよ。はい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 